はい。皆さん、こんにちは。元気なおじです。今日は1月の18日金曜日。時刻の方は13時26分です。ピュピュピュはい。そんだけでね、今日、あの、動画でね、指で字の儀的マークが取得できてないスマホをどうやって紹介することができるんだろうか。合法的にっていうことでね。 まああの某某ね某有名ユーチューバーさんがねうーんあのユミデジさんからのオファーを受けてね動画でやるって言ったんでねどうしてゃるんだろうなって思ったんだけどもね何かいい方がないっておじい思いつかなかったんだよねうんであの皆さんにねあの聞いてみたそしたらねこんなお返事が来ましたねまあそこのコメント専用でねえちょっと見てみましょう。 光、はいえー、学明細さんね、えーと、知らない方がいい、だけど逮捕者出てないねってことでね、うん、そうなんだよ、そして勝大吉さん、技、ね、的、まあ、は海外で端末と電源入れてそれを日本に持ってくれば90日間使えますよ、多分、訪日の観光客向けですがってことでね、まあ、それ、使ってる人がね持ってくる人が、そうだね、おじい、あれだってね、あのー、 そうなんだようわーこの間頼めばよかったなあの姪っ子がさあのー、アメリカに嫁いで日本に帰国,し帰国してたんだよ <laughs> あ<ー笑>最大のチャンスだったんだねそれねクソ、ね、はいそしてねえー、っと菅原さんね訪日外国人に端末を渡して行うのではね 本日外国人には特例があるので、そういうことだね。まあ、それもできるよね。なるほど。いややっぱみんなすごいな。すごいな。本当すごいな、みんな。うん。なんでおじい思いつかないんだろう。ね。ガメさん、おじいお疲れ様です。外国へ行こう、自由の国へ。車いき近ってどこでもグイーってね。必ず、あのい、意識も入ってくるんだね。でも、そうだね。あのー、金持ってる YouTuber は、 であのー、台湾とか、ね、どこでも、各国でもどこでも、ね、とりあえず遊びに行って経費で遊びに行ってでそこで継承動画を撮ってれで、あのー、戻ってくればいいという方、ね、の、うん、ことだね、本当に。うん、そうだ金持っていれば、ね、ち,ょちょっと、海外ぶらっと行って、ね、できるんだよ。うわ、そうだな、そうだな、あのー、ライブ配信もそうだった。 あのー、金いっぱいもらってるぴょぴョした女の子たちはみんな、あのー、台湾に行ってで、あのー、配信してたりしてたそうだ金持ってんと有利なんだよ、ね、はい次ねえっ、ー、と枝賀さんね小屋を電波遮断ルームにしてその中で w i f i で使ったら面白そうですグーってねこのね枝賀さんの答えが一番何、あのー、て言うの現実的っていうかさ <laughs> <laughs> であのなんだっけ、あのー、なんだっけ w i f i をなんだっけアルミでこう,かっこうなんか部屋小部屋囲って、その中でやったらどうなるかって、なんか前、あれだよね、でプラシロハさんとかもなんかあの洗面器かなんかでこれやってくれてよね、あの前、それあってね、アルミ箔であの電波を遮断したらどうなるのかみたいなあったよね、そんなような方ね、電波遮断ルーム。 うんでも、どこにあるんだろうね。どこかカラオケルームなんだっけあの、カラオケボックスあるじゃんあの100円で一回歌う、あの、スーパーセントにあるやつ、あの、あるんだよ。ダンスって、ションルームだって。あれ電波遮断するじゃないのしないのかなどうなんかなうん、なんかあるよね。電波遮断あ。ああすげえこと思いついたあの、いろんなところの、あの、観光地とか、ほら、いろんな、あのー、 お店とかで、携帯電話とかの電波を向こうにする、あの、遮断する、圏外にするやつ、装置あったよね。前、それ、あのー、どこだっけなそれ作ってる人いた。これを売り込みにして、やってた、やってた。あのー、それ使えばいいんじゃないの電波はちょっと漏れないよね。あのー、あんた検証ができないんだよ、だから。そうだよ。それ使ったら検証できないじゃん。電波使えない。えーえっと、はい、エヴァさんね。 日本国内では違法だけど、海外の使用は問題ない。例えば、中国で撮影するか。てね。そうだね。まあ、中国の往復の景気分ね。本当大手 YouTuber は元取れるよね。観光がてだね。いいなあ。はい、ダちゃん。えー、さあ、どうやろうかな。考え中。ってことでエ、ね、ダちゃんだけが頼りでしょう。で。ダ <laughs> ちゃんだけが頼りでしょう。いい方法あるでしょう。なんか。で。 頼むよはい、そんなわけでね、えー、皆さんのコメントはここまでですね。そんなわけで、おじいもね、あのー、2つぐらいね、ちょっとチャレンジしてみました。合法的に、あのー、弓で商品を、ね、できるんじゃないかっていうね、2つ試してみたので、こ,これだったらいいんじゃないのかなっていうのはね、うん、今の、今のコメントの中にね、いっぱいヒントがあったのでね、ちょっと試してみました。はい、どうぞ。 じゃあね、あのー、この動画を見て、ね、後ろの動画を見てお別れになります。バイバーイありがとうね、見てくれてね。はい、後ろの動画、どうぞ